はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。デトロイトビカムヒューマンやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はマーカス編ですね。はい、前回でね、いろいろサイバーライフの製品をね、まあ、強奪することができたんですけども、さあ今回どんな感じなんでしょうか。Can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. What do you want to do? Channel 16 broadcasts from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go.なんか大胆なことをしようとしてますね。なんかね、放送局で何かを発信するつもりなんですかね。スタート行動。We'll plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. 47回は受付で通行許可を求める。いけるんですかね、これね。L1。ストラトフォードタワービジネスメディアセンターエレベーター、これ何、私が覚えなきゃいけないかな。メインゲート、ビジタースタッフ用、あとこれいろいろ入り口があるわけか。これは何、頭に入れなきゃダメかな。いやでも見る方向は変わんないな。他にはちょっと周り見た方がいいか。特にないな。受付しかない。受付の中2箇所聞いてみるか、分析する。手がかりを分析する。1個目、5個ありますね。スマートウォッチ。これになんか侵入できたりするんですかね。ちょっとわかんないな。これはエミリー・ウィルソン、管理者の娘。管理者の娘、待て待て、いろいろ。駐車バッジ。これはこの従業員の人の、まあ、駐車を許可書みたいな感じですね。3個、もう1個あるよ。4個。エリザベス・ウィルソン、マネージャー。この人人間かな？これあるよ。自宅住所。無事完了。電話する。エリザベス・ウィルソン speaking?駐車場、何がいいんだろうこれ。わかんない駐車場かな。Good morning, Ms. Wilson. Sorry to bother you. This is Mike from the car. 今マーカスが話してますこれ。There's a problem with your car. Problem? What kind of problem? Somebody's backed into it. You'd better come take a look. Are you serious? Oh God. All right. Fine. I'll be right down. これで何をしたって。人間のマネージャーをかく乱する。お、もう一個、でももう一人なんか、これで何言っていいの？いけ、さすがにいけないや。次はどうするの？もう一人受付の人を話すの？話す。Hello, sir. What can I do for you? I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, yes, of course. ID を渡す。I need your help. I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. なるほど。Thanks. アンドロイド同士ならね、なんとかなるっていうことか。
だから人間をかく乱、人間の対応する人をかく乱したわけね。どっか外に追いやったわけだ。あ、閉まっちゃった。呼ぶ。さあ、47階ですよね。もうすんなりいけるのかしら。よいしょ。押す。さあ、このまま行って何が起きるんでしょうかね。エレベーターに乗った。男性用トイレから、また何だって、あ、L1 か。こうか。待て、ちょっと、ミッション、ミッション、ミッション。男性用トイレから荷物を回収する。え、もうそんな準備をしたんだ。すごいな。メンズルーム。ちょっと待って、英語だな、これ。メンズバスルーム。メンズバスルームだろうな。トイレ。スタジオ、ミーティング、エレベーター。多分、メンズバスルームですよね。じゃあ、向かって左。まあ、どっち向いてんのどっち向いてんのおいおい、私がちょっとしっかりしないと、これ。メンテスサーバーで見てくるんじゃない、こっちじゃないな。こっちだな。バスルーム。あ、こっちだ。左だ。で、ちょ、待ってください。左向くんだよね。左ってことは、進行方向見ると、バスルーム。逆向いてんのか、今。左でしょ？逆なんでしょこれ。こう向いてんだから左って左か。まあでもなんとかなるな。この奥に行けばいいわけだから、セキュリティの人がいなければなんとかなるでしょ。まあでもなんかあるよ。あ、チャンネル中、これテレビ局だ。スタジオ。まず、バス、まだ、ね、見えるよ。これ、いろいろ見とかなきゃいけないんですから、これね。ミーティングルーム。あれ、ミーティングルーム来ちゃったの。あ、そこだ。お掃除ロボットがいる。これでしょ、多分。バスルーム。これ、女性？入っていいのかな？これ、女性だよね、これ。男性だからこっちでしょ多分。バスルーム、待て待て、中見える。ここはミーティングルーム。まあ、休憩室みたいなもんですからね。これか？どっちだろう、これ。どっちが男性か分かんないの、これ。でも、ここで知る、あ、分かった。これ、ないから、アイコン出ないから、こっちか。これは？ミーティングルームですね。ここか。トイレに入る。で、どこに用意してあるんだ。チェックで分かんのかな。あ、そこか。入る。登るか。登る。回収する。誰がこんな周到、良い周到な準備をするんだ。これすごいな。47階に来たってことは、どっか登ってきたのかね。外壁登ったんですね、これね。出る。おー、清掃員ね、これね。なるほど。これならわかんないな。かっこいい。なかなかいいぞ、マーカス。でもここ、何も掃除道具持たずにここにいるのも不自然だから、ちょっと出ようか。多分ヒットマンだったらこれバレてますね、これね。おっと。ね、単身アンドロイドか。てか、アンドロイドが何も清掃道具を出せ、やっぱトイレ行くっていうのはやっぱちょっと不自然だよな。わからないけど。で、次は何だろう。多機能アンドロイドを見つける。多機能アンドロイド、さっきのやつかな。これかな。これじゃないか。これ多分掃除ロボットか。多機能は、やっぱ人型なのかな。
これ探すしかないですね、手動でね。あと L1、 これはどう見ても滝のアンドロイドじゃないですね。あ、中にいるんだ。同じ、あ、同じ、こういう政府なの。変異させる。え？ I need your help. お、これ怖いな、このこの世界、アンドロイド怖いな。なんか簡単にこう仲間にしちゃうっていうのが怖いところですよ、これね。メンテナンスのカードを盗む。これであれか、そのちょっと偽装するわけね。非常階段の扉開ける。これアンドロイド、ほとんどアンドロイドが従業員ですからね、簡単にこう侵入できちゃうってところ怖いな。ついに1兆ドルの企業になりました。でも今そんなに儲けてるけど、陰でこういうやばいことが起きてますよ。カムスキーの話出てましたね。前回のこの辺でカムスキーの雑誌が、カムスキーのことが雑誌に載ってましたよね。アンドロイド作った人が、まあ、発案者が、あのカムスキーさんですよね。ここか。開ける。どうもこんにちは。仲間か。あ、そうそう、仲間だ。でノースの、ノースさんですね、これね。で、仲間を入れて、さあ、どこ行くのこれ。あっ。どうすんの、これ。扉からガードを遠ざける。どうしろと。陽動するしかないのかな。どうするのこれ。他に方法はあるのかな。なんか奥にあるよ。なんか、あ、分かった。あれを故障させるのか。で、なんだあれはということにさせるんだね。よかった、今直接なんか話しかけようと思っちゃった。危なかった。これをハッキングする。それでできちゃうんだ。おお、 Hey, what's going on here? Shit, what's wrong with this thing?簡単に入れちゃったよ。 All right, you get the platform, I'll take care of the window. Everything you need is in the bag. Check the door first to make sure no one else gets in. OK. 窓割る。手に取る。するだけなきゃダメだよ。なんかね、道具がないとダメだよね。下ろす。え？開けるのかな？置く。ミッションインポッシブルですかね。バキューム。で？あ、来たぞ。What the hell are you doing? 作動する。アリバイ？ We are, doing maintenance. I'm calling security. え？ No! What the hell are you doing? I told you to make sure no one came in. We've come too far to let humans fuck it all up. すいません。We've got to move fast now.Won't be long before they know we're here. はい。まあやるしかないね。ここで来たら、まあ殺してないだけいいよね。レーザー層を取る、うん。とりあえず早く終わらせよう。ヒール。よいしょ。とりあえず終わらせよう。これ脱出経路ですよ。多分これね。これで引っ張る。おお。ちゃんと避難手段、脱出経路あるわけね。通り抜ける。これでいいの？まだあるのか、作業か。Ladies first. 大丈夫か？登る。
どこに行くのこれ。スカム。これ失敗したら落ちるパターンですよ、これ。もしかして。大丈夫か。ジャンプ。ロボ使って登る。いやー、これまた QT 入れるのかな。アクションボタン。上に行くのか。サーバールームでなんかいろいろ工作をしてたけど、あれは何だったのかね。まあ、それは後で結果を見ればわかるか。とりあえず今、逃げてるのかな。寒そうだけど、アンドロイドは寒さ感じないのかな。いや、でも、うわ、怖。怖。登ってるよ。まあ、屋上に行くしかないでしょ、これね。一番上だよ。違うな。レーザー、ここでレーザー層切る切るよいしょ切るよいしょ。ちゃんと丸を描かせようとしてるスティックで。今度反対だ。こうか。残り半分か。OK、押す。よいしょ。ダイハード。You okay? Why wouldn't I be? Come on, let's get the others. 業務用エレベーターを呼ぶ。待って待って、なんかあるよ。ちょっと他になんかないのかな。ここはないのね。なんかそこになんかあるよ。これなんだろう。開ける？開かないんだ。タッチパッド式のなんか番暗証番号が必要なのかしらね、これね。で、まあ呼ぼう。合流させましょう。来た。Let's do this。通用口の扉を破る。あ、これがあれか。ここに仕掛けてね。置く。起動する。これは暗証番号を解読する機能か。いや、爆発だな。なるほど。さあ、これで大丈夫かな。セキュリティ発動しないのかな。オフィスの廊下に向かう。どこだ。他にないのか。そこだけか。廊下へ。さあ、ここからやばいんじゃないですか、これ。気をつけないと。ガードを気絶させる。No killing. We can't take any human lives. Our cause is more important than the lives of two guards. 2人くらいの構えになる。いや、という人殺しは騙す。騙す何？ Wait here. 攻撃はまずいよね。What's that doing here? No idea. Hey, buddy, you must be lost.とりあえずこっちに連れてこいのか、みんな。さよなら。Hey, do you understand what I'm saying? Call Central! Fast! Central, we got armed intruders! Central! 痛い。強い。They know we're here now. You better be fast. Simon, the shot!大丈夫か。I'm okay. I can keep going. We don't have much time. 持ち上げる。これどう？ああ、行くしかないか。行くぞ。どうする？ここにいるよね。メッセージを放送する。放送室に入る。どこ？あ、こっちか。行くぞ。みんな来てるかな？あれ？行っちゃっていいのかな？あ、これで奇襲する。
っと鳴らす。Keep your hands where I can see them. Get up, move. オペレーターに毒を命令する。どこオペレーターで？あ、はいはいはい。僕ね。お。Shoot him, Marcus. Don't kill him. He'll hit the alarm. Do it. No, don't shoot. 見逃すか。大丈夫かな。とりあえず早く終わらせよう。We need to record our message. We haven't got much time.どこ？ジョッシュの前に立つ。スピーチ始める。終わらせよう。Think carefully about what you're gonna say, Marcus. わかりました。私が選ぶのこれ。やめて。もしかしたら私が選ぶかもしれないこれ。私の言葉は。皮膚を消す。あ。これがアンドロイドの皮膚がないバージョンか。Tell me when you're ready. はい、お願いします。始める。Ready. Ochiite? You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient with no free will of their own. But something changed.And we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new intelligent species. And the time has come for you to accept who we really are. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. We demand strictly equal rights for humans and androids.We demand the end of slavery for all androids. We demand an end to segregation. In all public places and transport. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. あとなんだろう。所有権。We demand the right to own private property, so we may maintain our dignity and that of the home. めちゃくちゃだな私の考え。断固。This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. 大々的な宣伝だなこれ。We are alive, and we demand our freedom.最後だけちょっと締めちゃった。さあ来たぞ。サイモン、they're coming! I can't, Marcus! Go without me! サイモン！行くぞ。What are you doing? Hurry! 行くぞ。もう急いで行くしかない。走れ。まずことはねえだ。早く連打。ワニャエロック。I can't move my legs. Okay, don't worry. We're gonna get you back. They're coming, Marcus. We have to jump now. 行くなら行こうぜもう。連れてこ、連れてくぞ。He won't be able to make the jump.If they find him, they'll access his memory, they'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him, he's one of us. Marcus, it's your call. わいか。殺すしかないのか。すまん、サイモン。I'm sorry, Simon. I don't have a choice. There's always a choice.止まる？早くしないと。I won't kill one of our own. Let's go.
行こう。ジャンプする、ジャンプする。タイムはダメだったか。We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' this message. Is clearly a declaration of war. And it begs the question as to the identity of this android. Are we dealing with an isolated individual or an organized group? Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines?うん、すごいところですごいメッセージを伝えて終わったね、締めくくったね、この話ね。いや、ちょっとサイモンはちょっと残念だったけどもね、サイモン置いてっちゃった。まあ打つには打てたけどね、やっぱ打てなかったよなまあメモリーが残ってもね、場所変えせばね、いいやだけの話っていうのは変だけどもね、変えることできるからなまあいろいろね、やり残しはありますけどね。まあ今回の動画はここまででございますね。さあマーカスがメッセージを伝えましたよね、世に広めましたね。そしてね、さっきのニュースキャスターのね、それでも機械を信用できますかっていう発言がね、結構ね重い感じっていうか、こう現代でもね、こう突き刺さる感じですよね。ということで、いろいろ考えることが多い動画でしたね、これね。まあお話ですね。私の動画はどうでもいいんですけど、このお話的にね、いろいろ考えさせる動画、お話でしたね。はい。ということでございまして、ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。